飯舘村の特定復興再生拠点区域については、令和4年9月23日金曜日から避難指示解除までの間、準備宿泊を実施することを決定したところであります。例えばその飯舘村の杉岡誠村長は今日会見を開き、政府との協議の結果、村の帰還困難区域のうち長泥地区の復興再生拠点について来月23日から準備宿泊を開始すると発表しました。長泥地区にある復興再生拠点は地区全体のおよそ 17% で、63世帯200人が準備宿泊の対象となっています。杉岡村長は準備宿泊の決定について、区域内で電気や水道などのインフラが整ったことを理由に挙げました。準備宿泊が始まることによってさらに新しい課題も見えてくると思いますから、そういったことにしっかり丁寧に取り組んでいきたいというふうに思っております。村では来月12日から電話で申請を受け付けるということです。